一本満足バーは朝日グループ食品が販売するスナックバータイプの栄養調整食品2006年10月発売夕方からの頑張りにのコンセプトで30代の男性を主なターゲットに発売された男性がチョコレート菓子を購入する時間帯が主に夕方から夜であることに着目して夕方というシーンに絞り込むことにより バランス栄養食品で新たな食のシーンを開拓した。満腹感をサポートする、食物繊維と栄養をサポートする5種類のビタミンが配合されている。2010年には栄養調整食品分野で大塚製薬のソイジョイのシェア数を抜いており、2012年4月には累計出荷本数が1億本を突破するなど、同社の看板商品の一つに成長した。 2014年より、チョコレート系以外のフレーバーの展開も行われており、期間限定商品として、抹茶味やカルピス味なども販売されたことがある。2016年の情報誌、ブルータスの美味しいお菓子特集号にて、当商品が進められ、CM の草薙剛についても絶賛されていた。2010年10月18日より、テレビ CM の展開をはじめ、 CM キャラクターには、草薙剛しを起用しており、草薙が所属していたスマップが解散した2016年末、ジャニーズ事務所からクランに移籍した2017年9月以降も、一貫指摘をしている。満満満足一本満足というフレーズが特徴。監督は、前田浩治。2016年10月8日から、発売10周年を記念したテレビ CM が、 放送開始。90秒の特別 CM もウェブ上で公開された。また、CM で使用している楽曲を3分間のフルバージョンへ発展させた、満足レボリューションという楽曲が配信開始。草薙が満足草薙名義で歌唱している。作詞は監督の前田孝治。作曲は過去にスマップにもシングル楽曲を提供した、魔界の孝治。 2016年10月9日付の music.jp のデイリーシングルランキングではラッドウィンプス、全々全世をお破り1位を獲得。そのまま10月11日付まで3日連続で1位となった。ありがとうございます。